超音波映像装置は、超音波を利用して、物体を操作し、物体内部や表面からの超音波の反射の強弱から、物体の内部を画像にて評価、解析を行う機器である。超音波探査映像装置、超音波探照映像装置とも呼ばれる。海中などで利用される、超音波水中映像装置もある。超音波が、 生体内部を電波中に発生する、高調波成分を用いる、非体域100%以上の周波数帯域を有する、超高帯域超音波、イメージングシステムも実用化されつつある。超音波を印加して、電波速度をもとに、内部の三次元構造を可視化する。透過型、解説型、反射型等、複数の方式がある。超音波トモグラフィは1974年に、 グリーンディリーフたちによって提案された。その後、様々な研究者によって、超音波 CT についての報告が行われた。透過型では、ビームの直進性を仮定しており、被検体中の屈折率分布によって、超音波ビームが曲がるため、最高性画像にアーチファクトが発生するとともに、生体内部には超音波の透過しない骨やガストーが、 存在するので透過データを取得可能な部位が少なく適用可能な領域が限られる。反射波を利用したパルスエコー法は超音波診断装置として広く普及しているが CT とは異なり原理的に各種臓器や機関の形状を映像化するものであって画像に定量性がない。ありがとうございます。